お話を聞いて答えよう。ここは森の病院です。うさぎさんがやってきて、喉が痛いです。と言いました。猿のお医者さんはライトを使ってうさぎさんの口の中を覗いて、喉が赤いですね。と言いました。 次に熊さんがやってきて「せきが出ます」と言いましたお医者さんは聴診器を熊さんに当てて胸の音を聞きましたベネッセ。